こんばんは。すいません、ちょっと体調が悪くて、マスクしての動画になってしまいますけど、ちょっと声がね、聞き取りにくい場合は申し訳ございませんが、ちょっと今回はお許しください。で、ちょっとくどいんですけど、もうこれで赤尾さんとカシメロの件についてはもう本当にラストにします。はい、申し訳ございません。ちょっとこれラストっていうところで、さっきAサインさんのチャンネルで伊藤代表と石井会長からのお話があって、もうそれで完全に、多くの方々が、まあ、自分もそうですけど、日が晴れたというか、すっきりしたというか、この試合もいい試合だったなって思えたと思うんですけど、でこのね、赤尾さんとカシメロの試合がね、挙げられてて、赤尾さんがこうレフリーの注意が入った後のやつ見てたんですけど、いやもうこれ攻められないですね、本当にダメージが見ててはわかるかもしれないですけど、もうこれか、もうこれでもうフラフラなんですよ、これで。いやもう完全に健康の面、安心安全の面がかなり危ない状況にあったと思うんで、あれ以上は続行はできなかったなと、だからその気合でとかって我々はね思ったけど、ちょっともやもやしたものはあったけど、実際はもうそんな、我々が思ってるほどのね、ものじゃなくて、かなりのダメージだったんだなって思ったし、やっぱりもうこれでね、伊藤さんと石井会長の話がこうあって、完全に自分はもう熱い試合だった、本当にありがとうございますっていう気持ちでいっぱいですね。なのでちょっと、このね、場をお借りしてじゃないですけど、赤尾さんをはじめ石井会長、伊藤代表、谷口トレーナー本当挙げたらキリがないですけど、ここに関わった、全ての方々に本当にありがとうございますという気持ちでいっぱいです。はい、本当にありがとうございます。はい、というところで今回もこの赤尾さんとカシメロのね、話っていうのはこれにて完結にしようと思います。はい、本当にありがとうございました。